モンフェルメイユは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリの東約17キロメートル、ボンディの森の大地、南側に位置する。20世紀初頭のモンフェルメイユコミューン名の語源は、要塞化された山を意味するモンテン・フィルマクレムである。公文書では、1122年には、モンテフィモ、1124年には、モンファーモリをと記載された。村は、 シェル修道院の領有となり、13世紀には、ハンセン病患者収容施設があった。百年戦争中にはイングランドに占領されていた。1429年9月には、ジャンヌ・ダルクが滞在した。アンリ4世時代にサン・ミシェル氏が始まった。17世紀、ルイ14世の大臣、ミシェル・ド・シャミアールが城を建設した。1735年、 モンフェルメイユの土地が高等法院の監督官、オカールへ売却された。彼の子は後に、モンフェルメイユ公爵となった。1782年、池を掘って、デッセプティルという荒れ地が干拓された。モンフェルメイユが脚光を浴びるのは、ビクトル・ユーゴーの小説、レ・ミゼラブルにおいてである。森へ通じる一本の道で、主人公、ジャン・バルジャンは、幼いコゼットと出会うのである。 17世紀の城は1891年に開発業者へ売られ、その後1928年にコミューンが買い上げたが、わずか数ヶ月後に解体された。2019年12月14日、SNCFT4 が開通した。それまでコミューンにはフランス国鉄、ラー、メトロ、トラムのいずれも路線が通ってなく、最寄りのラー E 線の駅はシュネガニー駅であった。 ありがとうございます。